マクラーレン 675LT は、イギリスの自動車メーカー、マクラーレンオートモーティブが製造、販売をしていた、スーパーカーである。675LT は2015年ジュネーブ賞にて、正式にお披露目された。ルマン24時間レースで優勝を果たした F1、GT-R の最終形1997年型、マクラーレン F1GT-R ロングテール。 675LT は20年という時を経て、その名を引き継いでいる。650S クーペおよびスパイダーの上のポジショニング、されるモデルであり、650S を含む、スーパーシリーズの最上位車種となる。エンジンは 675PS にまでチューンアップされた3.8リットルツインターボ V-8 を搭載。マクラーレンによれば、その50%ほどのパーツが、新たに設計された。 エンジン形式は新たに M838 トルコリラというコードネームが与えられている。ボディはエアロダイナミクスをより追求したものとなっているほか、エンジン、シャシー、ボディのすべてにわたって軽量化が図られ、乾燥重量は 650S よりも1 0 0ラムほど軽い1 2 3 0ラム。パワーウェイトレシオは 550PST にまで上昇している。 650S のそれより50%大きくなったロングテールエアブレーキが装備されており強力なダウンホースを生み出す。新しいカーボンファイバー製のリアウィング、リアのガーニッシュから突き出た2本のチタン製エグゾースと新たにデザインされたカーボンファイバー製のリアバンパーとリアディフューザーも 675LT は専用装備。675LT は 650S と同じく。 ロードカーとしても快適にモデルではあるが、そのフォーカスはサーキットにある。顧客から寄せられた熱い要望を受け2015年12月 675LT のオープントップモデル、675LT スパイダーを生産することを発表した。販売台数は500台。パワーは 650S よりも 25PS アップした 675PS、7100RPM。 トルクは 71.4kgm、5500から 6500rpm。0時速 100m 加速2.9秒。0時速 200m 加速7.9秒。最高速時速 330km と発表される。世界で500台のみの限定生産。2015年6月からデリバリーが始まる。ありがとうございます。